ああ配信できてんのかな、これできてんの。配信できてんのかな。あ、できてるかな。みんなみんな聞こえてる。みんな見えとるかな。ちょっと今日いつもとちょっと違う感じで初めて見たんだけど、ありがとう。あ、聞こえてますね。待ってましたよ。ありがとうございます。できています。配信できてますよ。 OK、 ありがとうございます。皆様、会えて嬉しいです。ではいきます。あ、今日私そういえばあれだ、 SNS でシェアしてなかったけどいいかな。ちょっと待ってよ、 SNS シェアしてなかったから。どうしよう。わかるかな。わかるよね。わかるよね。わかるよね。やります。今日も皆さん一緒に時間作って行ってください。あいみょんさんのキメアロックを聞かないからちょっとお届けしてみようと思います。雑なサプライズ、僕なりの精一杯、ほこりまみれドーナツパンには、あの日の夢が踊る。真面目に針を落とす、息を止めつけたぜ。さあ腰を下ろしてよ。ふつふつとな旬の音、乾いたメロディーで踊ろうよ。君はロックな時から思いながら、少しでも僕に近づいてほしくて、ロックな時からと思うけれども、僕はこんな歌であんな歌で
ありがとうございます。君はロックを聴かない、お届けしました。はい、暑いねみんな、みんな元気でしたか？なんか、あ、そうだ、ごめん、読むね、ありがとうございます。ちょっと途中からなっちゃうけど読むの皆さんこんばんはみんな拍手ありがとう。喉乾く喉乾くちょっと飲みますね。熱い、すぐね、歌うと熱くなっちゃうんで、こう私からこう湿気が出てきて前髪とかもわもわになっちゃうんですけど、ちょっと今日はじゃあもう一曲いってみようかな今日さ、初のさ、土曜日じゃないですか。土曜日に歌うのってさ、なんか今までライブなかったからさ、ちょっとみんなどんな週末を過ごしているのかしら。みんなどこから聞いてくれてんのかな今日。よかったらちょっとみんながどこにいるかまた知りたいからさ、ちょっと、あ、ちょっと待ってちょっといきなりあれじゃない、ちょっと響いてるのこれ、いきなりあれじゃない、韓国ですか、チャットを、チャットじゃなくてなんだっけ、スパチャか、スパチャいただいてます、ありがとう、 Thank you for Thank you very much ありがとう。名前が読めないんだけど、わかるかな日本語、ありがとうございます、嬉しい、ラブ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 ありがとういつもコメントくださる韓国語の方ですね。なんて読むのかなこれな、ありがとう、カムサムニダーだっけ、ごめんなさい、なんだっけあれ、カムサンゲタン、あれ違ったっけ、ごめんなさい、わかんない、嬉しい、ありがとう、ワールドワイドだね。じゃみんなどこから聞いてくれてるか、もしよかったら書いておくれ、コメントに書いておくれ、今日みんなとちょっとつながりを私は感じたいよ。では私の曲を一曲聴いてください。皆さん自分が持ってるものに愛を自分が持ってるものいっぱい、もっといっぱい愛そうっていう曲です。持ってるものでやるしかないじゃん。持っているもの信じて、しがみつくだけの恋に迷い
やるしかないじゃん。お届けいたしました。じゃあちょっと BGM なんか流しちゃってやってみましょうかねBGM 来いBGM えい、どう流れた BGM 流れてる。おーい、みんな、あ、なんかすごいいっぱい、ちょっとあげせん、もう皆さん今日いっぱい投げ銭くださって、いきなりありがとうございます。先ほどの韓国の方と、そしてお次が AY 社さん、ありがとうございます。あ、みんなありがとう。ちょっと後から地名見るから、地名、ありがとうございます。 L-O-L-R-O-200 さんでいいのかな、ごめん、ちょっと読み方いつも分かんなくてすみません。 200-R-O-200 さん、ありがとう。はい、チェロのパパさんもありがとうございます。いつもありがとう。はい、あ、いっぱい、ちょっと待って、エローさん2回もでやってくれてるのこれ、あれ、あ、エロー200さん、ありがとう。嬉しいね。ちょっと待って、みんなどこに住んでんの、みんなどこに住んでんの、どっから来てんの。どっから、どっから、みんな暑いけど元気。ちょっと待ってよ。東京青山さんは青山から見てるってわけじゃないか。東京青山さんってお名前か。え、熱海、あ、違う、厚川温泉。私ちょっとさ、漢字が弱いからやめて、なんか違ってたらごめんなさい。私ちょっとね、読むの下手くそだね。
草刈りスミック県オラガ村すごい。アニハセヨ、アニハセヨか。埼玉からありがとう。川崎から、神戸から、福島から、愛知県、仙台、町田、愛知県、広島、箱根、奥多摩、カリフォルニア、ありがとう。ちょっと待って、伊豆からありがとう。伊豆いいね。自宅のシアタールームでプロジェクターで見て、ありがとう。ちょっと待って、南フランス、すごい、本当？南フランスの、南フランスすごい、行きたい。プリーズテルハーアブネームコリアンファン、ありがとう、岩田です。福島からありがとう。そのソングイズソーパワフルインフレッシュなんて嬉しいです。とても嬉しいです。広島さんだって、広島からありがとうあ、その曲コピーしたいって持ってるもんでやるしかないじゃん。嬉しい、ありがとう。コピーして、あいみょんの新曲ね、はい、ちょっと勉強します。北海道根室、いいや、北海道いいね。北海道も暑いんだろうね。どうな、今年はどうなの。こんばんは、何茶ですか。後からちょっとお知らせ、今日すごいちょっとのんび、ごめんね、ゆっくりみんなの読んじゃっててね。あの博多から、博多ありがとう、とみんな遠くからありがとう。横浜から聞いてます料金所のどこかに、泊まって聞いてんのくれてるのか、もしかして、ありがとう。柏から視聴ありがとう。千葉県八千代市から、こんばんは、いい曲嬉しい。かわよグッドミュージック、ありがとう。ありがとう、こんばんは、楽しみにしててくれたのかなみんなありがとう。北海道か、北海道の方結構いるね、いらっしゃるね。兵庫県から、もうガンガン、もうかわいそうに、ごめんなさい、このマグカップちゃん、ガンガン、ちょっとね、みんなあれごめん。浜松市からも、拍手ありがとう。広島市、広島から、濃厚接触者になり自宅待機中で何、そうなんだ、それはそれはでしたね。え今ね、いろいろちょっと大変ですけれども、博多から聞いています、ありがとう。みんなちょっと本当になんかもうありがとう、みんな優しくて、博多まで声が届いています、こんばんみ、声が好きです、嬉しいです。ちょっと待って、北海道ありがとう。兵庫県、大阪も暑い、ありがとう。白文さんね、白文さん、ありがとう。山梨から、福岡から、大阪から、お島根から、嬉しい。大分県から、九州も結構いらっしゃるんだ。山梨でありがとう、表現で、単身赴任先の、大阪で、お疲れ様です、単身赴任静岡の方いい、なんか長め強しごめんなさい、ちょっと強し先生のちょっと難しいですね。浜松市から、ギター練習してたんですか、素晴らしいです。初見さんもありがとう。昭和基地からもありがとう。預金所からも、料金所からもありがとう。ギター始めて3年目突入、いいですね。勉強ありがとうございます。アイチャンネルさん、千葉県アイチャンネルさん、いつもありがとうございます。いつも毎回セットリストを書いてくださっている方で、ありがとう、もう本当助かります。持ってるものでやるしかないじゃん、最高でした。もうこちらこそありがとうございます励まされて前に進む力が上がってきます。レディーバードもぜひ、はい、ありがとうございます。いや、持ってるものでやるしかないじゃんですよね、本当に。私もう本当にもう毎回自分の
この緊張っぷりに、なんで私は毎回こんなに緊張するんだろうっていうふうに思うんですけど、まあ、これが私の持ってるものだと思ってやります。茨城県から、兵庫県から、ペジェン東京からあ、ひろしさんこんばんは。あいみょんの曲ね、はい、また後でやりましょう。岐阜県から、人形の名前はいいねちゃん、あんめ答えてくれてる、ありがとう。男性の曲は調整してほしい、はい、ありがとう。兵庫県皆さん、あ、こんばんは、お久しぶりです。あ、沖縄、沖縄も嬉しいね。ちょっとずっとね、今日ちょっとずっと読んじゃうね、コメント嬉しい。さあちょっとあれしますよ、じゃあそろそろみんな後でちゃんと読みますから、皆さんね、ちょっと読み忘れてるやつとかねえ。あ、初参加の方もありがとう。群馬、大阪から、お風呂で、なんとなんというお風呂、いいですねお風呂から見ててくるの嬉しいね。なんかみんないいね、なんかすごいね、嬉しいね、つながってるのか、なんかすごいびっくりしちゃう。私はもうこの自分の部屋から配信してるのに、なんかほんとすごいな、毎回思うけど。じゃあせっかくなんで乾杯でもしますかね。前回から、約1ヶ月ちょいかな、いろいろあったよね、この1ヶ月もさ。なんか前やったのは夏至だったからね、まだねちょっと寒かったのよ、あの時は。まあ、寒いってことでもないけど、涼しかったけど、なんか急に暑くなったし、なんかいろんなことがあって、皆さんも大丈夫ですか、お疲れじゃないですか、体調崩してないですかね。乾杯をしていきたいと思います。今日も皆さんと会えて嬉しいですということで乾杯しようと思うんですけど、じゃあ乾杯の前の恒例のみんなお飲み物持ってくるタイム行ってみようかな。みんな飲み物もしよかったら準備してください。私の今日のお飲み物はですね、ハーブウォーターなんですけどこれね、今日入ってるんですよ、この庭でっていうか畑で採れたミントと、ローズゼラニウムっていうハーブが入ってて、すごい爽やか。乾杯する前に飲んでもあれだから、ちょっと、まあ、喉を潤す程度に。うん、めっちゃ爽やか。皆さんもお好きなお飲み物を取りに行ってらしてくださいませ。ちょっとさ、毎回これなんで消えちゃうの私の、じゃあね、ちょっと皆様がお飲み物準備してる間に、ちょっと恒例の私の大好きな曲を歌わせていただこうと思います。毎回歌っちゃうよねこの曲もうなんかすいません、僭越ながらっていう感じなんですけど、もうドリンク持ってくるタイムの曲に なってしまってます、私の中で。まあそれくらい毎回歌いたい、とても好きな曲です。チャギアンダスカさんのラブソング。きっと船灰にに紛れて、僕の歌が痩せ続けている。安いおもちゃみたいって君には悪い、ひどいもんさ生きざまぶった、ハウスの拳が受けてる。僕はそれを見ていたよ、横になって、君を浮かべる時、ソウルの呼吸が始まる。気づくのは君へのラブソング、ラブソング、ラブソング、 Oh yeah。 抱き合うたびにほら欲張りになってゆく。君が好き。
はい、ありがとうございます。ジャガントアスカさんのラブソングお届けしました。出せて毎回歌わせていただいてもう本当にありがとうございますって感じなんですけど、じゃあみんな飲み物持ってきたかな。乾杯しよう。お、ちょっとだ脱法ハーブじゃないよゴーヤジュースなんだ、素敵、庭で採れたのいい、美味しそうじゃない。ちょっと、チェリーの弾き方講座してほしい。そうだね、チェリー人気だよね。待って、ちょっと胸パチパチ、ありがとうありがとうみんな。じゃあ乾杯をしよういいですか。はい、じゃあ夏、今なんか土用の期間中で多分ね、なんかちょっとこう疲れ出やすい時なので、無理しないように過ごしましょう夏またこれからまだまだ本番なんでね、まあいろいろあると思いますけれどもね、皆さん本当にお疲れ様です。今日は、素敵な夏の一日にもうすでに過ごせていて嬉しいです。ありがとう、乾杯、イエーイ、いただきます。美味しいよ、ハーブウォーターも。幸せ幸せよ、本当にみんなとこうして過ごせて嬉しいわ、ありがとう乾杯乾杯、ビール、あ、生ビールの方もいいね、乾杯、夏を乗り切りましょう、乾杯乾杯乾杯、アイスコーヒーもいいね、お疲れ様です皆さん。あ、ソーダ割り豆乳、お、いいねあ、何歳の時から、あ、後でまたお質問も答えさせてもらおう、乾杯乾杯あ、寝ちゃってもいいからね皆さん、寝落ちも大丈夫ですよ、今日長いからね。ハンガー乾杯、麦焼酎で乾杯乾杯乾杯、いいねみんな、いいね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 、はい、そうそう、じゃあなんかちょっと静かな感じになってる 今ね、どうしようかなどうしようかな、一曲歌ってからにしようかな、どうしよう、ちょっと私ハーブ見せたいの、今日ハーブ見せたいのね、こちらです。毎回私の畑で採れたものを見せるコーナーで、今日はこれです、バジルです。でかくないですか、ちょっとこんな立派な、すごいすごいフレッシュな、美味しそうな匂いするんだけど、みんなにも嗅がせてあげたい。これね、私今年本当に、去年まではなんかバジルって畑で植えてたんですけど、日光が当たりすぎちゃうと葉っぱがね硬くなっちゃうの。だけど今回はちょっとこれ日陰にしたから、すごい柔らかくて美味しそうなやつができたんですよ、バジル。ちょっとみんなにもこれちょっと匂い嗅がせたいね。そんな感じでやってますやってます、育てています、育てています、はい。そう、バジル大きいでしょ、なんかすごい大きくできて嬉しい今年。でもね、他のやつはちょっと結構他の野菜結構全滅っていうか、結構枯らしちゃってて、私悲しいね悲しいちょっとね、本当に枯らしてますよ、野菜の苗を。ここぞとばかりにいっぱい買ってきて張り切って植えたはいいが、ちょっとね、もうちょっと勉強が必要ですね。はいジェノベーゼ食べたいねはい、じゃあまたちょっと、あ、そうだ、今日さ、みんなにさ、後半で、あれやりますから、ちょっとね、ギターの弦変えようかなと思ってギターの弦変えるの生配信しようかなと思って、みんなギターの弦さ、どうやって変えてる？私のちょっとこういう風に変えてるっていうのをお見せしようかなと思います、後半ね。でよかったらギターご準備していただいて、一緒にギターメンテナンスさえもできたらいいかなと思います、はい。今日ね、みんなにいろいろ聞こうと思って、そーん、いろいろね、あ、そうそう、じゃあちょっと一曲歌いますけど、その間に、あ、ローズマリーもいいよね、枝豆いいね。夏らしいこと、みんな何かした？
した？夏らしいこと、私何もしてないの。なんか私何もなんかもうなんか割と今年すごいね、こもってますね、自分の中にこもってますね。なんで皆さんのちょっと夏こんなことする予定あるよとか、こんなことしましたよとか、なんか夏を感じたいですね。みんな何教えてください。私もでもちょっと諦めずに、この8月ね、4月を、7月は明日までだから、8月ちょっといろいろ夏らしいことしたいなと思ってるんですけど、みんなのじゃあ夏を教えてください。じゃあこの曲をちょっと歌ってみたいと思います。子供の頃さ、夏休み超楽しくなかったですか？なんかそんなことをなんとなくこのちょっと思い出した、この曲を歌おうと思ったら、もう本当に奇跡をね、見逃さないように、まあ、今も奇跡なんですけどっていう気持ちを込めて、荒井由実さんの優しさに包まれたな。小さい頃は神様がいて、不思議に夢を叶え、さんの優しさに包まれたならお届けしました。いい曲よね、いい曲よね。
毎回消えちゃう。あ、ちょっと皆さん、なんかスーパーチャーいっぱいいただいてるみたいなんですけれども、待ってよ、どうしよう、ちょっと、ちょっと戻って、あ、死にてなっちゃうからね、ちょっとあれしようか、書きようか、BGM。皆さんのコメントを読ませていただきます。セミの声聞いた。さっきまで夏祭り、めっちゃいいですね。夏祭りいいな。浴衣とか着たいな。オープンマイク初めて。でも、あ、そうなんだ。それはそれは素敵ですね。緊張しますとか、オープンマイクいいですね。あ、エレクサーのカスタムライトに交換してますが、あ、これね、交換券のやつね。ありがとう。ちょっと後でね。スイカ食べた。いいね。屋上で正座になったってすごいな、これ。そんなん大丈夫なのこれ。大丈夫なの警察来ない、大丈夫。あ、バイク買った。おぉ、いいですね。あ、昨日花火しました。いいな、花火してない私、したいな。線香花火とかしたい。タオルぶん回して、ラインダンスして掛け声食べました。いいじゃないですか。掛け声いいね。7月中は楽しい。盛り。そのまま最近はライブ三昧、おお、いいですね。かき氷、みんなかき氷食べた。掃除もするんですか。うん、そう、言語感したさっきするね。ユーミン、フラッペ、あれ、ちょっと待って、どこ行っちゃった。花火大会見た。あ、いいですね。フラッペもいいね。ゆっくりのテンポ、子供と花火しました。いいですね。本人より男性も、いやいや、もう本当にそんなあれです。ありがとうございます。そんなんですよ。あ、今年の夏はライブで歌います。いいですね。5年ぶりの安倍川花火は見れなかったけど、一足早く島田の黒船祭で花火、あ、よかったですね。魔女の宅急便ね、いいよね。魔女の宅急便ね、ユーミン最高にいいですよね。荒由実さん時代好きです、私。カフェさん、カフェ69さん、ありがとうございます。テンポ変えると急いよ、ありがとう。RO200 さん、白ふみさんですっけ、合ってる、ありがとう。その声に癒されます。涙が出そう、感動、ありがとう。みんなパチパチ、ほんとみんな優しいね、ほんとに、ほんとに優しい。よかった、包まれましたって、嬉しい。そうだよね、包まれるね、この歌ね、包まれるよね。昔の動画見ましたが、今の方が色っぽくて良いです。お、これは、え、ユーミンがってこと、私がってことだったら嬉しい。違う、ユーミンいいよね。はじめまして、毎週ラジオ聞いて、あ、ラジオ聞いてくれてる、嬉しい。プレティンダー、プレティンダー、言ってない、プリテンダープリテンダー、いい曲ですよね。難しいんだこれ、でも歌も。あとはやっぱりねぶたで跳ねなくちゃ。ねぶたの意味、後悔と花火見物、あー、いいですね。あー、ゆずとライブ、ゆずとあいみょんのライブ、いいですね。ビーチクリーン、あー、素敵ですね。滝見に行った、あ、気持ちよさそう、滝も。あ、桃果樹園で朝どり桃、ああのパフェを2週連続食べた、あ、これ美味しそう。あ、優しさに詰めたら練習してみてください、ぜひぜひ。シニスさん、ありがとうございます、ありがとうございます。嬉しい、いっぱいみんなくださってありがとう、助かるよ。マーチンの赤城、マーチンのアコギ、やっぱりいいね。後ろのアコギちょっと気になります。あ、そう、後でちょっとやりますんでね。今日変えるの、今日をギターの弦変えようと思ってるのはこの子です。マーチンじゃなくて、モリスくんっていう子、モリスくんの、弦変えますから、後でね。
へえ、みんなプールでお仕事、あ、プールでお仕事してんだ。花火の音だけそうか、うるさい、うるさかった。セミ捕まえて写真撮って逃がした。優しい。昔セミ撮ったよ、私もセミ大いっぱい撮った。セミも蝶もいっぱい撮ってね、逃がしてあげるの優しいね。わかりやすい弾き語りの YouTube 時々見てます。ありがとうございます。斉藤和義さんの歌うてのバラっていいですね。ありがとうございます。私もすごい好きです、ね。あ、そしてまた投げ銭いただいちゃった。これ TZK なんて読むんだから読むかな。ごめんなさい、ありがとうございます。拍手いただきました、嬉しい、ありがとうございます。ラウダーさんの約束、世界の約束なんてお願いしたりして、リクエストもありがとうございます。なかなかすいません、リクエストがあのアドリブができなくなるので用意したやつしか聞けないんですけど、いけないんですけど。さあ、ありがとうみんな。ちょっとじゃあさあ、もうちょっと今日はね、皆さんからちょっと本当になんか夏のさ、ちょっとあのちょっと夏気分もらえた。今日はね、みんなにいろいろ私さ聞きたくて、本当にみんなのなんだろうね、みんながどんな感じなの普段っていうのみんなどうしてるのっていうのと結構聞きたい、聞きたくてね、いろいろね、質問っていうことでもないけど、ちょっとさ聞きたいことをメモしてきた。あとでちょっとあれしますね。あのさっき聞いてくれたのなんだっけ、あのギターの、メンテナンスするときにいろいろギターのことをお話ししましょうかね。ちょっと今はなんだ、みんなに質問聞いちゃうから、よかったら質問に答えてくれると嬉しいかな。みんなすごいいい夏過ごしてるね。横に流れる海を見てました、避暑地から。いいですね、斉藤和義さん、いいですね。あ、ちょっとみんなさん、なんかすいません、そばちゃんまたいただいちゃった。根本さん、根本さとしさん、読み方合ってる、私すいません、ありがとうございます、嬉しい、みんなありがとうございます。さあ、あ、ギターやっぱ練習してんの、腱鞘炎気味ですって、いいですね。じゃあ、ちょっと僭越ながら僭越ながらっていう言い方合ってるかな、これ。ちょっとすいません、私の畑中真美の、動画、みんなさんがなんだかんだのことで私のことを多分知ってくださったと思うんですけど、一番好きな YouTube に上がってる中で一番好きな動画を何か教えてもらっていいですかなんかそれ、なんか、この動画こういう風にあの練習してるよとかでもいいし、これで知りましたでもいいし、まあ、なんか一番好きな動画、一番見てるやつがいいかな、一番見てる動画を教えてください。畑中真美さんのやつで教えてもらえたら嬉しいです。さて、そんな感じでじゃあ1曲また歌ってみようと思うんですけど、先ほどちらほらあのお名前出てましたので、最近出した動画のカバー動画から1曲ちょっと、ショートバージョンでお届けしようかなと思います。ちょっと止めさせてもらってね。ちょっとじゃあ、いつもはねカバー動画を出させてもらうときは毎回できるだけ、オリジナルキーで歌いたくて、あのオリジナルに忠実に、やらせていただきたいなと思ってやってるんですけど、ライブの時はちょっとキーを結構変えちゃったりとか、さっきもね、あのユーミンの曲も結構キーを変えてしまっていたんですけど、自分が歌いやすいやつにね、今回もちょっとキーを少し上げ目でお届けしたいと思います。みんなはどうですか。私は人に思ってることを伝えるのがすごく、あのてか喋るのがあんまり結構上手に喋れないから、あの本当に拙いというか、うまく喋れなくて、昔からそうで、おとなしいおとなしいってみんなに心配されて、で、あの本当にうまく喋れないから、もうそれがコンプレックスでね。で、
歌を始めました。歌を始めてからなんか少しずつ歌に自分の気持ちを込めたりとか、歌でこう言いたいことを言ったりとかできるようになってから、なんかだんだん喋れるようになってきて、まあでも全然まだうまく喋れないですけどでも歌があってよかったなっていうという気持ちを込めてもう本当ありがとうっていう、歌でいろいろ気持ちを届けれるようにこれからもますますなっていきたいです。じゃあ斉藤和義さんの、歌うたいのバラッドちょっと歌わせていただこうと思います。歌う言葉難しいことじゃない、ただ声に身を任せ、頭の中を空っぽにするだけ、目を閉じれ斉藤和義さんの歌うたいのバラッドをちょっとショートバージョンで
お届けしました。おー、みんないっぱいコメントくれてる。ちょっともう少しも戻ってみようかな。まだ21。今日のライブが夏の楽しみで嬉しいこと言ってくれてる、ありがとう、ありがとうございます。あ、ちょっとまたあれしますね。これつける。さては、ちょっと待って、ありがとう豆。さっき質問したやつ答えてちょっと読んできますね。マミチャンネル見てくれてる、ありがとうございます。夢の中への弾き方講座見てくれてるんだ、ありがとうございます。虹を見てくださってる、ありがとう。ムーンリバーのカバーとか細胞の歌とかありがとう。年金生活で毎日カバー曲とオリジナル曲を方向にアップしてます。1年でオリジナル、あ、すごい、70曲作って6曲、すごいね。走ってあとぜいぜいしながら歌いやす、ありがとう。結構皆さんマミチャンネルも見てくれてんだ、嬉しい。春の日の解説動画はとても参考になりました。本当ですか、あ、よかったです、ありがとう。夢の中への弾き方講座ありがとうございます。あいみょんもありがとうございます。あいみょんさん多かったもんね、この前も聞いたけど。まみさんのオリジナルの PV ありがとう、そう言って嬉しいね。一番見てるのはストロークの動画、16ビートめっちゃ練習してます、ありがとうございます。16ビートのやつで結構皆さん私のこと知ってくださった方も多いかもですね。練習ルーティン、あ、ほんありがとう。神社で歌ってた歌ってなの動画ありがとう。16ビート、ありがとう。16ビート見てくれてるね。上手には喋れないけど喋るすぎ羨ましい、いっぱい喋れる人ありがとう。虹見てくださってるということでありがとうございます。通算で来週で5周年の、あ、もう5周年、ザ・ワンはもう私も自分すごい大事な曲ですけど、そんな5周年なの、ちょっと待って、どこまで読んだか分かんなくなっちゃった。ちょっとどこ、あ、そっか、あ、でも5周年、まだ5周年しか経ってない、もっと昔の、あ、そうでもないか、あの曲もいいよね、自分で言うのもなんだけど、いや私が作ったんじゃないですけど、飛鳥さんのね説が素晴らしいんですけど、音楽で表現して伝わってますよ、ありがとうございます。 YouTube ライブが一番好きです、弾き語り大好きです。いいよね弾き語り、ラジオではすごく話が上手に聞こえます、ありがとうございます。ラジオさ、ちょっとさ、ラジオ私さ、ちょっとさ本当にあれなんだけど、ラジオ やらせてもらってるんですけど、 K-MIX の田中真美のマミナスっていうラジオやらせてもらってるんですけど、もうね見えないじゃない顔が、だからもうこれを喋るっていうのはしっかりとですね書いてこう読んでますからなんかもうね、そうしないとね、みたいな感じになってね、なんかもう今みたいになるからなるからね、ラジオは頑張ってます。はい、よかったら、あ、ノートっていうところで最近配信してるんで、よかったらご覧、聞いてください、ラジオも。はい、双葉の弾き語り講座ありがとう、見てくださって、磯で遊んでるやつもいて、あ、いいね、夏っぽいやつ見てください、ありがとう。マリーゴールドの弾き語りから見て知りました。マリーゴールドの、そう、マリーゴールドのね、弾き語りのやつは本当に本当に頑張って見て、やったんです。あいみょんさんのコードのなんかこう、もう違うじゃない、なんか普通のさ F もこうだったりこうだったりさ、押さえ方があったから、それできるだけ忠実にねやらせてもらったんですけど、まあちょっと難しかったよ、すごい頑張ったあれは、ありがとう。見てくれると嬉しいよね。あ、畑中真由歌手のミュージックビデオ見てくれてありがとう。細胞の歌の PV 見てくれて嬉しい、ありがとう。
トヨタのバラッと当時の彼女さんに勧められて、ああいいよね、そうだよ、いい曲だよ。でも私最近なんですよね、あのこの曲知ったの、トヨタのバラッとね、最近ちょっと遅かったんですけど、すごいいい曲ですよね。へー、あすごい、私あみんなありがとうね、最近キメアロック猫ソシュイグクもすごい見てくれてんだ、ありがとうございます。マリーゴールド聞きたい、 ありがとうございます。ストロークがとても力強く、ありがとうございます。皆さんいっぱいありがとう、あみんな拍手いっぱい、握手いっぱい、ありがとう、ありがとうね。あムーンリバーの2番の日本語訳が好き、いいよねあれね、トシさんって言葉が日本語訳してくれたんですけど、私も気に入ってます。あ本当、ジャカ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 の動画よく見てくれてる、ありがとうございます。あ水平線、あマリーゴールドありがとう、レッスンの動画よく見てます。雨降りクマの子、嬉しいね、なんかみんないろいろそれぞれ違うんだね、やっぱりね。また君に恋している何回も見ました、ありがとう。動画の何かの感想でメロディー聞こえるのは怖い、ありがとう。細胞の歌のMV 毎回見てる、嬉しい、毎週毎週じゃない毎日、悲しくてやりきれない、ありがとう。カーカじゃんストロークとあいみょん、ありがとう。糸が一番好き、もう悲しくてやりきれないと、あぐるぐる公園もね、ありがとう。命の歌かな、くまさんは。ドライフラワー、ドライフラワーそうだね。最近歌ってないね、ドライフラワーなんか。ありがとう。マーチンのギターの音で好きになりました。命の歌好きな曲です。パプリカ、パプリカもね。パプリカ、ムーンリバー。ありがとう。OK。さあ、じゃあちょっと、いろいろじゃあ、あれです。何時も、まだ9時、9時か、全然ゆっくり歌って大丈夫ね。はい、じゃあね、ちょっと今あの皆さんのお話で、お話というか皆さんのコメントで、出ていた、あみんなありがとう、あのどんどん書いてくださいよ、もしありました。あ初めてコメントしますが、師匠と仰いでいます、あこれ合ってるよ言い方、ありがとうございます。なんか結構初めての質問ありがとうございます、嬉しいですね。あとでまた読みますね。じゃあちょっとさっきってか結構皆さんがマリーゴールドのことを、言ってくださっているので、マリーゴールドやってみようかね。あマシューの歌ありがとう、大好きです。やってみようか。このね、ちょっとあの前回はあいみょんさんのですね、あの何メドレーかやらせていただいたんですけど、いやーちょっと今日もまた挑戦でマリーゴールドちょっとやります。マリーゴールド歌ったことないじゃない、多分ないじゃない、あの YouTube ライブで多分、だから歌ってみるね。ちょっと髪直すね、ちょっと髪直す、大丈夫だんだん汗かいてきてこうなんかなってきちゃうから、じゃあちょっと行ってみたいと思います。
ありがとうございます。あいみょんさんの、マリーゴールドですね、武道館バージョンをお届けいたしました。おお、なんかみんないっぱいくれてるよ、メッセージ。ちょっと待って、どこから。ありがとう皆さん。命の歌パプリカありがとうムーンリバー。ちょっとね、初めてコメント、あ、ここさっき読んだとこね。マシューの歌大好きです。イリカさんやタクロさんの曲、あータクロさんの曲もね、いいかもですね。全然やってないけどね、まだ。あ、視聴者さん、まあ、皆様の使用ギターが気になります。確かにこれ聞いてみたいね。暑くて死んでました暑いよね。いや、静岡のアーティストさんでアイドルさんでカバーできる、あー、今はないです、すいません。ちょっと練習をしないとね、難しいんだよね。小崎体育さん、マミさんの絵画ありがとう。え、丸の内あれもいいよね、嬉しい、頑張って武道館魔女ほぼ毎日見て、あいみょん、もうギター歴3ヶ月ですか。おおですね。なかなかあれですね、ちょっと本当に難しいよね、あいみょんさんの再現するのはね、ちょっとなかなか 100% できないですけど、山口百恵さんの曲、マリーテンポ速くなるところ、かっこいい、お疲れ様です。優しくていいよね、かっこいい、最高、ありがとう。これいっぱい、あー、なんかあれだね、なんか、ありがとうございます。ありがとう。消してくれたのかな。ライブに逃げ寄せた、ライブに、マミミョンマミミョン難しいいいね、マミミョンってちょっと名乗っていいですか、マミミョンって歌うとき、マミミョンさんね、マミさんかっこいい、ありがとう。マミミョンってみんな言ってくれてるそのすごいなんで、ね、なんか嬉しいですね、マミミョン。またRO203 ありがとう。ゲンしてTZK500 ありがとう、ありがとうございます。チューニング合ってますって言われちゃった、ちょっとずれたかな、ずれちゃったかな、とちょっとね、早く生で聞きたいなと思ってことです。ありがとう。あ、カフェ69さん、またもありがとうございます。前髪気にしすぎるウケる、確かに高黒さん370円、ありがとうございます、ありがとうございますの配信機材の詳細を聞きたい。あ、エリアをつないでますね、これね、後からまた話そうか、話せるかな、ちょっと忘れてたら言ってください。あ、今からからの参加ありがとう、参加ありがとう汗拭いて A で、あ、ありがとうございますだいぶ暑いみたいにですね。そうですね。あ、でもちょっと涼しくなってきた。あ、マリは海の子。本当。あ、今日聞いてくれたんですね。ありがとうございます。嬉しいですね。ありがとうございます。少年時代、少年時代もいい曲ですね。魔王の絨毯から、見てくれたんだ。そうなんですね。嬉しい。マミーゴールドね。みんななかなかいいね。なんかうまいこと言うね。可愛い。若者を連れてない。君の知らない物語、ありがとうございます。はい、皆さんいろいろありがとうございます。ちょっとあれですね、なかなかすぐにやってっつってできないのが私のあれなんですけども、ちょっとじゃあさあいっぱい歌っていきましょうかね。じゃあじゃあちょっと私前回ちょっとこの歌を自分の曲ちょっといきたいと思います。ここで一つすいません、自分の畑中美の歌を歌わせてください。ちょっと不完全燃焼だったんで、ちょっと
だんだん鳴らしていこうかな。普段あまりYouTube ライブでこの曲やってこなかったんですが、ライブではねよくやってた曲なんですね。ちょっと ここからはちょっとアダルトにお届けするわよ。あなた方今夜私畑中真美のために熱いのドリップしてくださるかしら。喜んでと返してちょうだい。いいわね。もう一度いくわよ。あなた方今夜私畑中真美のためにとっておきの熱いのドリップしてくださるわよね。全然聞こえないわ。届いてこないわ。バイブレーションが届いてこないわ。ラスト行きます。喜んでとコメントするかどうか迷ってる人も喜んでとコメントするように。いいわね。どなたもどなたもみんな喜んでとコメントするように。いくわよ。あなた方今夜私畑中真美のためにとびっきり熱いのドリップしてくださるわよね。やればできるじゃない。コーヒー廉価
私はフィルターにかけられて、あなたは熱いのを注いでくれたのに、なんで途中でやめるの、あなたは私に全てを開いていたの、焦がれて膨らむ私の心を、あなたは散らしてただ少しなぞるだけで、インスタのジャガーの本気なの、ドリップしてほしいの、あなたの手で、わかってるこの恋が間違いだとしても、あなたコーヒー連歌お届けしました。
け宇宙の片隅眠れない夜にはじっと耳を傾ける。せっか間違えた銀河系宇宙の片隅眠れない夜にはじっと耳を傾ける。世界中に散らばった孤独なメロディーに声を重ねよう、小さくてもいい自分の声で歌おう。この歌に命宿す僕らのストーリー。ねえ、ぎゅっと握ったその手そっと開いて、ひらひらさせてごらん。君の居場所わかるように知らせて、ほら今手を繋ごう。僕の願いが叶うから、君の願いも叶うでしょう。どっかでつながってて、一つのメロディーを奏でてる。
ありがとうございます。続けて歌ってしまいました。コーヒー入れんか。またあお月様とワルツ、僕の願いかなころお届けしました。ちょっとちょっとないっぱい歌いすぎじゃない。どこまでやみんな喜んで言ってくれたかな。喜んで言ってくれた言ってくれてるね初めての人、喜んで初めての方もいらっしゃるかもしれないですけどね、喜んで言ってくれてね、言ってくれたねはい、嬉しいですよ。はい、喜んで、はい、喜んで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 ライブでね、生のライブで、生のライブっていうか対面のライブで喜んでを言わせておりました、皆さんにやる気じゃやかってってそうだねなんかね、ないつの頃からかね、そういうのをやることになやったんだよね。喜んで喜んで ありがとうございます。スパチャ投げてくださってる方、ニシスさん、あ、感動しました、うーん、ありがとう熱唱、ニシスさん熱唱ありがとうございます。熱唱なんか最近熱唱、ちょっと今日熱唱しすぎたかなみんな私のこと嫌いになってない？大丈夫。今日も歌詞間違えたね。やめないのすごい、やめないのすごいって。みんなありがとう、いっぱい聞いてくれて。ちょっと続けて3曲やりすぎたかな。あ、カフェ69さんありがとうございます。いっぱい今日投げてくださってますね。お花もありがとう、ありがとうございます。喜んでパチパチ、波メドレーループで来た、ほんと次、ありがとう、ありがとうございます。ちょっと私出しすぎた、大丈夫。なんかね、そうそう、今日さちょっと聞こうと思ってたのよ。皆さんギターを弾いてる方があったが、私のギターをチャンネルを登録してくれて、私のことを知ってくれて、ギターを弾きたくて私のことを多分見てくれてるって方が結構大半なんじゃないかなと思うんですけど、私のギター弾かないけど私畑中あまみのことなんかライブとか見てくれてるっていう方ってどんくらいいるんですかね。なんかもちろんこういう YouTube 始める、ギターのレッスン始める前から歌が好きで私のライブに来てくださってる方々のことはライブでお会いしたりしてるので知ってるんですけど、私たち会ってもないけど YouTube で見て、でギターも特にレッスンをしてるわけではないけれども、私のことを今見てくれてるっていう人でいるんですか、いるんですかっていうの聞いてみたかったです。みんなやっぱりあれかしら、ギター弾きたくな、ギターあれ、ギター弾き上手くなりたくて私のやつを見てくれてるかしら、からかな、感じかしらね。あと歌が好きでとか聞いてくれてるのかしら答えにくいみんな答えてくれなくなっちゃったいる、私の
こと、ライブで知ってくれた人とかいるのかな、 YouTube ライブで知ってくれた人とかいる、いない、なんかさ、すごい毎回でも結構みんなあんまりコメントしてくれなくなっちゃったねみんなギター弾きたいのか、ギターやろうね、ギターギターをね、そうギターももちろんあの好きなんでね、ギターを通して私のことも応援してくれたらめっちゃ嬉しいですけど、でもなんかあれだもんね、毎回結構コメント、だんだん私もさ、なんかあすごいなんかコメントいなくれた、なんかあれ何言おうとしたっけ、私なんだっけ、今ね言おうとしたこと忘れちゃった、なんだっけ、あそうそう、なんかこう今日でやっとさ、YouTube ライブ6回目とかで、なんか毎回結構こうコメントしてくれる人とかいるよね、でだんだんさ覚えてきたよ、なんかすごい私やっぱりこう毎回、まあもちろんねコメントしないですってしないで見ててくれてるの方も、コメントしないで見てくださってる方もいるのもすごい分かってて、私コメントしないで見てるタイプなんで、コメントするの恥ずかしいタイプなんで、コメントしてくれてる人はだんだんいろいろね覚えてきたのよ、お名前見て、弾き語り好きなんだ、そうなんだね、そうだよね、みんなさギター弾きたくてあれだよね、これからさギター弾いてないけど、これからギター買おうか迷ってるっていう人とかいるのかな、みんなでもさすごいね、みんなギター弾いてんだねきっと、じゃあね、なんかでもギター弾いててよかったわ、みんなとこうやってつながれて、ありがとうございます。なんだっけ、私なんかいろいろ、あもう40分だね、みんなに聞こうと思ってたことなんだっけ、あとあそうだそうだ、さっきみんなさ、皆さんなんだっけ、みんなが弾いてるギター知りたいって言ってくださった方いらっしゃったね、なんかみんなどんなギター使ってんの、なんか有名なギター使ってんの、私あんまりギター詳しくないんだけどさ、私のギターはマーチン、WO18 っていうのを使っています、中古で買ったんだけど、みんなはどんなギターを弾いていますか？どんなギターを？私のギターはね、もう20年ぐらい使ってるんですけど、みんなは何年間ぐらいギター弾いてるんですか？それから、まあ、適当に答えれるやつ答えてください。今練習してる曲は何ですか？それから、そんくらいかな？すごい聞きたかったこと。どのくらいかな、あ、ギブソンヒストリーエピフォン
あーへえ。フェンダーとギブソンと J45 あくびでしょうか、ヤマハの入門セット、家で音出すと怒られる、あサイレントギターのいいよね、さヤマハの安いの、マーチンのミニ、へえヤマハ、あーみんな1年半ヤマハエピフォンのアコギ50年オイラは安いギターだよ、んーハミングバー、あ別のハミングバード、へえ45年前の、テイラー歌ってんだあーやってんだ、あそうだ、ね、いいね、へえ飼ってるウサギが自宅ヒストリー、50年ギターマーチンの CTM歌ってんのかな、とあメイトンいいですね、2年ぐらい、春の日ネットで2万円で初めて買った、タルタのバラ、あ結構タルタのバラってやってる人多いんだ、へえテイラー4年ぐらい、マージン D1 でマイちゃんとイチャスと同じ音がします、もうマリゴールド練習中、リンダリンダでさ、もうマージン LX ヤマハ、へえみんなこだわりのギターなのかな、みんなギターさ買うときこだわって選んだのかな、どうやって選んだの、マーチン、エリエリ、みんなそれぞれ自分が好きなギターをあれしたんだね、あれしたんだ何をあれだねあーへーさ、雨割りの約束、糸、あいみょんの君を送る、フェルナンデス、渋くて好きです、ルージュの伝言練習中、んーモーリス、福山雅治の曲、マーチンです、んーへー、あーワンモアチャンス、ワンモアタイムいいね、ウクレレもやってんだ、おーグリームスパンキー、んーそうなんだ、また次が欲しくなります、へーオッケー、ありがとうありがとう、いろいろちょっと他にも私聞きたことあったかな、大丈夫大丈夫大丈夫かな、じゃあちょっと、あもう皆様じゃあねちょっとまたちょっとさごめんみんな、いろいろもし教えてくれることがあったら教えてください、どんなギター使ってるかっていうのとか、練習してる曲ね、で私はちょっと今日10時ぐらいになったらちょっと交換弦やるから、その前にちょっといっぱい歌っとくから歌っとこうかと思って、さあちょっと歌いますよ歌いますね皆さん、はい、じゃあ行ってみましょう、いやーどうしようかな、何しようかな、ちょっとこれこれかな、どうかな、歌えるから僕後でガッツリギターの話とかしていきます、あとギター質問コーナーも、あそうかちょっといっぱいやりたいことあるな、ギター質問コーナーもやりながらの ギターの弦を変えるってできるかちょっと分かんないんですけどギターについていろいろやっていきます、じゃあちょっとその前に何曲か歌いますよ、名曲ですがちょっとちゃんと歌えるかしら、今はこんなに悲しくて涙も枯れ果てて、もう二度と笑顔に慣れそうもないけど、そんな時代もあったねと、いつか話せる日が来るわ、あんな時代もあったねと、きっと笑って話せる。
かれましょう。回る回るよ、時代は回る。喜び悲しみ繰り返し、今日は別れた恋人たちも生まれ変わって巡り合うよ。旅を続ける人々はいつか故郷に出会う日を、しもなく冷たい雨が降っていても、巡るよ時代は巡る。別れと出会いを繰り返し、島みゆきさんの時代、聞いていただきました。この曲は私も初めて聞いた時に涙が止まらなくなりまして、歌わせていただきました。では歌わせてくださいね。残すところどんくらい歌えるかなと。君はまるでシャボン、僕を残して消えた。僕の体にいい香りだけを、いい香りだけを残せ。Thank you.
シャボン。
ありがとうございます。石鹸の歌とマシューの歌をお届けしました。はーい、ちょっと10時になりました。あ、じゃあスパチュラ投げてくださってる方がいらっしゃるのかな。ちょっと、もうちょっとありがとうございます。じゃあちょっと BGM 流しながらというか読ませてください、コメントを。みんなありがとう。アーチン D28、 さっき読んだっけ、ごめん。一人、彼女のために作曲中っていいね。激安箱にいいよね、激安とかのやつね。モーリーさんの箱に見た目で決めた。アイランとディッシュ、ウクレレも練習。あ、ウクレレが可愛いね、もういいね。アイミョンね、アイミョンね、かっこいいよね。あ、チャマさん、キャッツアイ、おージェームスの黒色。あ、時代練習してくださってありがとうございます。おー、ウォータイズワイド練習中。あー、素敵、ありがとうございます。10時が近づいてきました。あ、頑張って聞きたい、ありがとう。あ、ごめん、 10時にちょっとあんまり音出せなくなるから、ちょっとおしゃべりしやね、ガチャガチャができなくなるから結構おしゃべりする感じになると思うね。マミさんの CD はどうやったら手に入りますか、なんていい質問あの、マミの店、マミの店っていうネットショップがあるんですけど、そこであのご購入ください。あの、結構買ってくださっ、ライブ終わるといつも買ってくださってる方がいてすごく嬉しいんですけど、あの、かなりね、あれ、かなりあの、私すごい発送してますんで、手紙とか入れてあの、ぜひ CD も買ってください、買ってください。あ、すごい声響いてるね。ちょっと待って、全然あれだね、チャットまで飛びつかない。世間の歌、特訓ちゃん、春の日特訓ちゃん、中島みゆきさん、そう、時代、あ、ごめんごめん、結構時代のとこだよね、時代、そう、時代ね。うん、初めて日中した曲はブルーハーツの気が狂いそう。ちりこさん、ちりこ0907さん、ありがとうございます。そして、ありがとうございます時代の解説動画配信、あー、そっかそっかそっかね。ストロークちょっと難しいよね、あの、ちょっと難しいんだよね。そう、あ、ごめんごめん、ヘッドがコップに引っ掛けそうで、いや、すいません、ご心配おかけしちゃって。東海のアコギとあれ、あ、いっぱいあるんだね、みんな持ってるんだね。ポップコーン世代にはたまらない、マジ前節入ってていいですね、ありがとうございます。皆さん拍手ありがとうございます。皆さん、あ、ポップコーン世代出場、あ、そうなんだ、出場したんですね。みんなすごいね、いろいろ活動されてるんだ。世間の歌、カボつけてチューナーでチューニングするのってどうやるんですかごめん、みんなコップがすごい気になってくれてるんだ、ごめん、ありがとうございます。あの、カポでつけてる、これこのままね、チューニングできます。こうってやると、あの、 E マイナー、違う、最初ここ6弦って E なんだけど、 E で合わせにいってくれるんだけど、つけたまま普通にボーンってやると勝手に、この子が頭がいいので、F シャープに勝手に合わせに行ってくれます。はい、なので、まあね、ちゃんと撮った時にちゃんと合ってれば、つけた時にも相当変なやり方しなければ大体合ってるんでいいんですけど、私はちょっとね、チューニング、あのたまにちょっとずれてる時があるんで、一応つけたまま やってます。こうやって毎回合わせてるのね。ちゃ、まあ、大体撮ってやっても、撮った時にちゃんと合ってれば、まあ大体は合うと思うんですけどね。角度とかにもちょっとあれね、ちょっと、あ、全然ちょっとゆっくり喋っちゃった。
スリーフィンガー難しいよね。サボン来た。ありがとう。プリス、マシの歌。ございますね。アイさんのストロークの時はこい。ありがとうございます。なんかストローク褒めてくれるね、みんな。嬉しいよな。シャボンいい歌。ありがとう。あ、静岡のうちさん。ありがとうございます。いつもありがとうございます。いっぱい投げてくださって。嬉しい。あー、みんなありがとう。毎週8で聞いてます。いいですね。ありがとうございます。あ、ありがとう。オリジナル曲多くて嬉しいなって言ってくれる方も嬉しい。ありがとう。ありがとう。生意気なバカな女。最高な歌声。ありがとうございます。マシュ最高。マシュ最高。ありがとう。みんなマシュ好きで。ありがとう。一日だけでいいからマミさんになって歌いまくってきたり気まくっていい気分になってみたいそんな風に言ってくれる。ありがとうございます。あ、2曲続けていただけるとありがとう。耳が幸せ。みんな優しい。 DJ ちゃんさん、マミさんの CD 購入したんです。嬉しい。ありがとう。よかったらネットショップマミの店に売ってますので、本当ありがとうございます。そうって言ってもらえると嬉しいです。マミさんがギターを弾くきっかけは何ですか？私をギター弾くきっかけは、最初エレキギターから入ったんですけど、中学2年生の時、中1の時買ったのかな。なんかね、なんか、まあ、さっきも言ったけど喋るのがうまく喋れなかったんで、なんかギター弾いたらかっこよくなれるかなって思ってね、ギターかっこよく弾けたら、なんか別に喋れなくてもっていうか、なんかこう自分が変われる気がしてギターを買いました。エレキギターを。それでその時はでもね、買ったけどなんかやり方よく分かんなくて、一回ね押し入れに入りましたね。で全然弾けないまま過ぎて、で中学3年生のとなってからこれではいかんと思い弾き始めて、なんかちょっと弾けるようになったんで、そこから、ちょっとギター教室に通って、あのエレキギター、アコギの教室は私はあの通ってなくてね、あの周りに弾ける人がいたんで、そういう人に教えてもらったりしたんですけど、エレキギターはなんか、うん、なんかこういうソロギター弾きたかったんで、こういうなんかこういう練習とかしてましたけどねかっこよく、とにかくかっこよくなりたかったんですよ。すごい静かな あの子供だったんで、でまあだんだんエレキからやっぱでも歌いたいわってなって、そっからアコギに変えて歌を歌い作り、高校1年生の時に初めて、ストリートライブ駅に歌いに行ってみたいな、そんな感じ。私だからエレキから入ってます。すごいちょっと語っちゃった。あ、次回弾いた指輪を歌ってください。ありがとうございます。頑張ろう、練習しよう。ほんといい質問ですねありがとう。ライブは色気がすごいそうですか、本当ありがとうございます。ビッグガードについて質問なので、あ、ちょっと存じてた。あれってついてない製品あるし、なくてもいいのでしょうか。あった方がいいんじゃないですか。こういえば、ま、守らないとねえ、あの危険なんじゃないですか。ちょっと私はギターに全然詳しくないので、長時間弾いてますけど詳しくはないんでね、分かんないですけど。あ、みんな、そうか、もうみんなそうか、ギター質問コーナーに移ってくれてるわけね。ありがとう。ちょっと質問答えていこうか、じゃあちょっと待って、いっぱいやりたいことある、どうしよう。じゃあ質問コーナーにちょっと答えて、そしたらちょっとマーチン君を聞いていこうか。マーチン君のギターをゲームを外していこう。じゃあ外しながらみんなの質問を何を全いっぺんにやろうとして、これをじゃあまず、ちょっと待ってよ、今途中まで。じゃあね、一回ギター弦変える前に音だけ聞いといてもらおうか。こんな音です。
このね、モーリス君は、このモーリス君はですね、私が19の時だったかな、お茶の水にね、ギター探しに行って、中古ギターショップでね、1万円ぐらいだったかな。でもね、すごいいろいろ試聴じゃなくて試奏をいっぱいして、一番なんか気に入って一番いい音が出るなって自分で感じたやつをね、買いました。今んとここういう音がします。錆びてます。もう結構変えてないです。エリクサーの弦を張ってあったんだが、かなり変えなかった、変えてなくて、この辺もうかなり錆びております。これを後でちょっとギター弦変えますんでね、てか変えてまたちょっと音みんなに聞いてもらおうかな。はい、そんな感じでちょっと読みながら、ちょっと読みながら外していくよ、外していくよ。できるかな、こんな私、そんなゲートを私にできるかどうか、ちょっとアレンジしてみよう。ささやきタイムになったら秘密の話をお願いします。ちょっとギター、じゃあちょっと緩めながら見ていくから。さて、ちょっとみんなどこまで私コメント、ちょっと待って、枯れたもん、あ、そんなにやるか。みんなギター質問コーナー、質問なんかあったらお答えします。はい、先生ストロークかっこいいってありがとうございます。私さ、本当にストローク全然さ、なんかみんなそうやって言ってくれるけど、何にもかなんかこうあんまり考えてやってないっていうか、でレッスンやるようになってから研究し始めて、それこそ本当にあいみょんさんのやつとか見て練習したんですって感じなんでね、なんか褒めてくれると本当ありがたいですけどね。はい、ストロークのテクニック盗もうと頑張ってます。そうなんだ、なんか本当ありがとうございます。あ、カップつけたらチューニングしてるね。そうだね、なんかね、なるだけね、やっぱ若干ズレがあるからね、カップつけてからも私やるんですけど。はい、じゃあ外しまーす。テイラー・スフィストの曲練習してるっておしゃれですね。あ、嬉しい、今日初めて生配信見ました、素敵な曲ばかりで感動しました。嬉しいです、ありがとうございます。あ、そうそう、それで弦変えるときにここの、これ難しいよね、このさ、取るこのピン、エンドピン取るのさ、結構硬くないですか、難しいよね、リズムがとても正確ですが秘訣はありますか。 ありがとうございます。リズムはもう本当に私のじゃんじゃん、あの16ビートが上手くなるっていうね、なんだっけ、完全マスター動画を見てもらいたいんですけど、ひたすらなんかジャカ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 って同じタイミングで同じ長さになるように気をつけて、強さも最初はジャカ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 って均等になるようにするんですよ。まずこれが基本で、ここからどこにアクセントをつけていくかっていうのでリズムを作っていくので、基本はもうこれ、ジャカ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 、タカ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 、あとね、練習方法があって、8ビート、あ、4、8ビート16ビートっていう感じで1 2 3 4 1 2 3 4 1、なんかこういう風に刻む練習をするんですよ、ビートを変えて。で絶対メトロノームは鳴らして、同じテンポの中で、大きく刻む、細かく刻むっていうのを永遠に繰り返す、もうずっと繰り返す。なんかね、でも本当にそれをやっているとランナーズハイみたいな感じで
気持ちよくなってくるんですよ。なんかやめたくないみたいな感じになってきて、なんかそこら辺までやると、なんかメトロノームの練習って結構皆さんあんまり好きじゃないと思うんですね。だけどそこまでやると結構ね楽しくなってくる、メトロノームに合わせるのが。ごめんなさい、そんな感じ、そんな感じ。大して練習してないのに肩痛い。なんか私もさ、やっぱギター弾くと肩痛くなる。私もね、すごい、いつ？先週？先週だったかな。本当にもう肩がめちゃくちゃ痛くなっちゃって、やばいって思って、なんかすごい疲れ、会う人にすごい疲れてますねって言われちゃって、そんな疲れて見えたと思ってちょっとね。あれなんだけど疲れてたんだよねきっとね。そうなの、ね、結構ギターね肩凝りますんで、集中してやりすぎちゃうとあれだから、やっぱり休み休みやんないといけないよねって私も思うんだけど、でも私も集中するとずっとやっちゃうからな、あれだよね、ちょっとね。そう、ギターの弦のメーカーにこだわりはありますか？そう、これね、私前はずっとねマーチンでやってたんですけど、マーチンなんか最近すぐ錆びちゃうんですよね。でエリクサーに変えたら全然錆びなかったんで、いいですね。やっぱり今日これにこれを貼ります。エリクサーのこれはね、ナノウェブのフォスファーブロンズではない、普通のブロンズの方ですね。なんかでも私初めて知ったんだけど、このポリウェブっていうやつもあるんだね。ポリウェブ使ったことないんだけど、ポリウェブはなんか音のトーンのところにワームって書いてあるから、あったかい音がする。私ね、あったかい音の方が実はちょっとね好きなんですよ、アルペジオの時は。ジャカジャカ弾く時はこっちの多分ねブライト&フォーカスド、これ今回のやつ、こっちのやつの方が多分いいと思うんですよ。だけどポロンポロン弾くときはちょっとあったかい音の方が実は好きなんですよね。だから難しいね。でもエリクサーは本当に錆びないよね、すごいいいと思う。すごい、なんかみんな最近評判いいよね。そう、ああ弦は緩め、ホールのところでベンチでカットして、エンドピンは裏側から倒る。あ、そうだね、あの上手にさ、上手にっていうか危ないよね、ちゃんとそういう風にやらないと。危ないんだけど、私はちょっと普通にちょっと今やっちゃってるけど。みんなは弦交換結構してますか？めんどくさかったりしますよね、割と。このさ、あ、弾きにくい人もいるんだね。エリクサー、それぞれ。私はね、ライトゲージじゃなくてね、すごい一番細いやつ、10から始まるやつですね。なんつったっけな、何ライトだっけ。一番軽いやつっていうか細いやつ使ってます。一応ここにこう入れてます、ピンは。今は配信しながらだから、ちょっとどっか行っちゃったらいけないんでね。え、みんなギターの弦どんくらいで買えます？私はね、エリクサーに変えてからでもあんまり変えなくなったけど、前はでもライブの前には変えたいと思って変えてたけど、でもなんか結構そのさっきも言ったけど、あったかい音が好きで、このギターなんてもう買ってから一回もギターの弦変えてないからね。ちょっと後で音を聞いてもらうけど、すごいなんか
鈍い音がして、鈍い音結構好きなんですよまあちょっとチューニングがね、合いにくくなっちゃうんで本当は変えなきゃいけないんですけど、なんかね、いろいろ好みありますよね、みんなね。そうそう、あ、そうそう、エクストラライトね、そう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 、私がすごい度忘れしてて、細いとね、一弦ね、もしかしたら切れるかも。一弦よりもそうだな、三弦とかの方が私すごい切れやすかったけど、ジャカジャカ弾くとやっぱり結構切れますよね。なので三弦と一弦は多めに、結構弾くときは多めに買って置いといた方が良いですよね。そう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 、あ、そっかそっか、あれか、一弦がピンと切れてしまい、あのね、弦をさ、私も張り替えるときに、初めてのときよく切っちゃってた、巻きすぎて切っちゃってたよ、なんかわかんないんだよね最初。はい、取れましたギターの弦が取れました。今日はせっかくなんで、じゃあギターの弦を張っていく前にお掃除もしようと思います。みんなもやる？もしギターある人いたらさ、ギター拭いてあげたりとかして。私は今日はね、みんなはどうしてますかね、お手入れを。私はレモンオイルを今日ちょっと使ってみようかなとここぞとばかり、あんまりその普段使ってないんですけど、あんまりやんなく、もうね、年数が、買ってから年数が結構経ってるものは、その指板の保湿をねする必要がないから、そんなにしょっちゅうやんなくていいってことなんですけど、今日私は久しぶりにその保湿っていうよりは、指板をきれいにするため、クリーニングのためにちょっとやろうと思います、レモンオイル。これね、私聞いたんだけど、なんか楽器屋さんに聞いたら、ティッシュでやっちゃっていいよって言われたんで、布で後で拭くんだけど、布2枚用意して布でね、やってくださいってよくやり方のとことに書いてあったけど、ティッシュでもいいみたいです。ティッシュだったらね、捨てれるしいいかなって。レモンオイル、すごい結構匂いがツンとくるあれなんですけど、これでこうやってちょっとこう、これで磨いていきます。あ、弦交換してない？一回ちょっとぜひトライしてみてください。なんかね、マーチンのね、なんかサイトでね、すごい分かりやすいいい弦交換のあれがありました。ビデオがすごい分かりやすいやつ。なんか最初はね、すごい時間かかっちゃって、私もギターの弦変えるの本当に。でもまあ、もう20年も弾いてればね、だいぶ慣れてきてはいるんですけど、すごい汚れが取れます。これでも汚れっつっても、自分の手垢だけではないらしいですよ。なんか金属とかね、そういうなんかそういう汚れもついてるついて、黒くなってるけど、今何回か前やってんだけど、ちょっと、あ、すごい、なんか BGM 止まっちゃって、あれだね、少し BGM 流しましょうかそう、あー、なんか掃除機の先にホースつけてサウンドホールから突っ込んで髪の毛取る、あー、すごい、いろいろキスしまくる、大好きなんだねギター。みんなさね、なんかさ、私さ、男性の方って結構楽器のお手入れとか好きじゃないですか。なんかそういうイメージがあって、私ね、あんまりよくそんなになんか凝り性じゃないというか、それなんかあんまり楽器のことも詳しくないし、そのお手入れとかもね、そんなに丁寧に やったりとかしないんだけど、結構さ、男性の方みんなさ、あれだよね、結構
車とかの掃除もちゃんと綺麗にやったりさするじゃない。私もう車、自分の車ね、あんまりちゃんと掃除してあげてないから、ちょっとやんなきゃなと思うんだけど。そうで捨てます、ティッシュ捨てて、でもう一回空拭きしまーす。あーごめん、なんかすごいさ、なんかあれだね、すごい私やってるけど、みんななんかギターの質問あったら答えてじゃなくて聞いてください。まあ初心者の方限定になっちゃいますけど、私そんなにあれですけどねちょっと今日はこんな感じ。あとはね、ポリッシュもあるけど、ポリッシュはこういうところを掃除するんですけどね、ポリッシュもやっとく。原稿感好きなんだ。原稿感好きな人もいるね、さすが。はい、今日はなんかさ、すごい作業の日なんです、作業の感じになってますけど、やっともう本当にギターの弦、この子変えなきゃと思って変えられてなかったんで、よかったです。お手入れすると愛着増します。そうだよね、確かに。なんかティッシュで拭いたら、なんかちょっとティッシュがついちゃったな。きれいにしまーす。原稿について教えてほしいです。雑やな拭き方雑な人間です。私雑な人間なんですこんな細かくないんだよね。細かいですよ。なんかなんていうのかな、性格はなんかすごい緊張しちゃったりとか、なんかこう気が小さかったりとかして、細かいこと気にするしたりするんですけど、全体的にね、あんまりなんていうの、こういうさ、お掃除とかさ、なんか結構大雑把なんですよね。そう原稿ですね。原稿はね、私この前生徒さんにさ、原稿の見方って教えてもらっちゃった。逆に原稿ってこういう風に見れば、高すぎる低すぎる、あって何っていうのを後でちょっと やろうかな。なんかカードとかも売ってますよね。なんかこう原稿を測れるやつ。あ、じゃあ貼っていきます。今日ギターの弦貼るだけでもう結構時間がかかっちゃうけど、ねみんなさ、ギターの弦貼るときさどうしてる？私さ、これやるんだけど、やったりする？くるくるって回してビヨーンってビヨーンってやってさ、伸ばしてから、あ、すごい引っかかっちゃってる。これはめていく。これやったりしますか、みんな？こんなんやらない？でね、ここがね、私ね難しかったんだけど、この巻いていくじゃないですか、どのあたりでから巻いていくかっていうのがいつも判断が難しいですよね。ここの弦を引っ張った、ここのフレットから弦のたわみが10センチぐらいって言ったかな、10センチぐらいのところで巻くとちょうど3巻きぐらいでいけるっていうのを見ましたけど、これがたわみすぎてると巻くのがめっちゃ大変になっちゃうんですよね。これなんだっけ、ここくるくるやるやつ、
リッパーだ、なんだっけ、くるくる回すやつ、簡単にくるくるくるってできるやつ、 あれとかみんな使ってるのかな。私はねちょっと使ってないですけど、手で巻いちゃうんだけど、見えるかな、巻いてます。ここのね巻きギターの弦が3段ぐらいになってる、今3段ぐらいになってます弦が。それでここを巻き終わったらくるくると丸めておけば危なくない。はい、1弦張りました。みんな大丈夫？ちょっと何かね、このねくるくる回すやつは私があの私のアルバムを作ってくれた、あ、作ってくれたみたい、アルバムのねトゲの花とかのアレンジをしてくれた伊藤くんっていう人がね、高校の時からねあのお知り合いなんですけど、伊藤くんがいつもなんかこうギターの弦変える時、いつもっていうか伊藤くんがギターの弦変えるの見てたらこうやって回してたんですよ、弦張る前に。だからそうするんだと思って、私はそれをずっとやっています多分でもなんだろうね、ギターの なんか伸びが、弦がさ、なんかこうするとあんまりずれにくくなるのかなと思って、割とすぐに馴染むからかなとかって思ってね。たわみが結構あるね。たわみが結構あると巻くのが大変になってきちゃうんで、ちょっとたわみを10センチぐらい。ただこれたわみがなさすぎても、ここのまあ弦のこの巻きがね少なすぎちゃっても、多すぎちゃっても良くないらしいんですよね。なので3段ぐらいになるように巻いていきます。でもね結構ね私もそんなにあんまり何このさギターを教えさせてもらうまでさ、あ、すごい、なんかすごい、あ、軽くピンの方軽く曲げないんですか、曲げるんだ、わかんない、私ごめん、なんか違ってたらごめんね、私はこういう風にやってる。3弦の方をやっていきますでもこれやったからといってどうかしっていうのはちょっとあのなんどこにもあれがないですけどね、本人に聞いたら本人やってないかもしれないもんね、もう今はね、分かんないですけど。あ、間に合いました、素敵なギターと歌声ありがとうございます、ありがとう、癒されます、ありがとうございます。なんか今すごいギターの限界コーナーになっちゃってるけどさすいません、ちょっとギターの限界やってます、弦を変えています。この配信でギターの弦変えるのなんてなかなかね、ちょっと恥ずかしいですよね、恥ずかしくはないけど、なんかすごいなんかもっとうまくきっとパカッてすぐできる人は多分できると思うんですけどね、撮影ちょっとゆっくりな感じでやっていくんですが、なんかあのギターの私は本当にねこの YouTube でレッスンとかをさせてもらう前はさ、本当に弦なんてどれを使っても同じじゃんと思ってて、でなんか
とりあえず柔らかい弦だったらいいみたいな、なんか自分が弾きやすいからそれでいいみたいな感じで思ってた時もあったけど、やっぱり弦の太さやなんていうの、太さで結構変わりますよねっていうのはね、あの実感しました。本当はだからあのガツガツ弾きたい場合は太い弦使った方が絶対いいんですよ、鳴りも良くなるし。でも私はやっぱり無理だった。ちょっとやっぱ柔らかい方が弾きやすいってなってちょっとねカスタムライトぐらいにちょっと太い目のやつに一回ねしようかなって思った時もあったんだけど、ちょっと無理しないでおこうってなって、なってます。あ、みんな6弦からやってる人もいるの？私いつも1弦からだね。なんかどっちからでも多分いいと思うんだけどね。どうなんでしょう、ギターのことは。実はなんか本当に本当にギターが上手な人とか本当にギターに詳しい人っていうのはまたちょっと違うやり方をするのかもしれないんですけど、みんなはさ、なんでギター弾き始めたんですか？私はちょっとさっきさ、あのエレキギター弾いたら人生変わるかなみたいな感じで一番最初は始めたんですけど、みんなはなんでギター弾き始めたんですか？教えて。まあそんな私みたいな理由じゃないかもしれない、ただ音楽が好きでとかこの人に憧れてとかそういうのが多いのかなとは思うけど、なんかどんな気持ちでいつもギター、あ、どんな風にギターを始めてどんな気持ちでギターいつも弾いてるんですか皆さん。私はひたすら中学の頃、高校の頃はかっこいいくなりたくてかっこいい、これを弾けたら、このギターソロ弾けたらかっこよくない？なんかかっこいい人と思われるかもしれないみたいな、そういう風になりたいみたいな感じで頑張って練習してましたけど、みんなはどんな感じでやったのかな。なんか一時期なんか みんなちょっと後で読もうね、読むね。本当に高校生の時は1日どうしたらギターが上手くなれるのかなと思って1日8時間練習したら上手くなれるって聞いたから、じゃあやると思って学校から帰ってきてすぐにギターを弾いてずっと弾いてて、だけど私はちょっとエレキギターはちょっとダメでしたね。ギターソロ弾けたらかっこよくなれると思ってた、ガンガンしちゃったなって思ってたけど、全然なんか弾けるようにならなかったし、多少は弾けたけどギターソロとか思ったようにかっこよく弾けるようにならなかったな。それとかアンプのこととかがよく分かんなくて、エフェクターのこととかがそれができなくて練習もそこまで続けることができなかった。でも私が多分ギターをずっとアコギをねこうやってずっと長く弾いてこれたのは歌を自分が歌いたくて、あ、ちょっと失敗しちゃった、ここ一負けしかできなかった。いや、なんかね本当に
私も今もね、ギター上手くなりたいっていうよりは歌を上手くな、歌を歌いたくてギター弾いてたのずっと。だけどやっぱりギターも音が好きなんだね。なんかギターのねコードをね、こうコードをさチャランってやって、その響きを感じながら声を出す、声をそのコードに乗せていくっていう、その時がすっごく好きなんですよ。なんかすごい一番好きかもしれない、そのコードにコードの響きを感じながらそれに声を乗せるというのが一番好きかも。なんかその時すごい幸せを感じたりとかするな。まあでもね、さっきも言ったけどリズムも好きで、リズムに合わせてリズムを刻むのも結構好きだから、メトロノームをずっと鳴らしっぱなしにして、その中で自分の好きなリズムをずっとチャカ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 つって奏でて、アクセントをどこにつけるかっていうのも自由に変えたりとかして、そのなんか本当にランナーズハイじゃないけど、基本だんだん気持ちよくなっていくんですよね。その止まりたくないみたいな感じになってくるんだけど、そういうのとかも好きですね。さあ晴れましたそして晴れたらね、こうやって引っ張って一回伸ばします。ちょっと後で見ようかな。じゃあちょっとチューニングしますね。最初は合わないんだよね。A からやります。で合わせて、あれ、あ、すごい間違えた。よく初心者がよくやるやつやっちゃった。なんかさ、巻いてる弦とさ、弾いてる弦とさ、違うとこやっててさ、で巻きすぎてさ弦切っちゃうやつ今やってたね私てた。ハーモニクスでよく皆さん合わせますけど、上手な人たちは、私はちょっとハーモニクスでは合わせない。今なんとなくあったら、はい、合いました。どう弦音、ちょっとやっぱきらびやかですね。さて、ちょっと読もうかな。できた。ちょっと何回か
何回かこうチューニングあった後も弾いたりとか伸ばしたりとかしないと最初はすごく緩みやすいし音がずれやすいんで何回か引っ張ったりとかして合わせますけど、今日はでもそんなジャカジャカ弾かないから、よし、はいはい、ありがとうございます。お待たせしました。できました。皆さん、私のチューニングに付き合ってくださってありがとうございますそっか、20年経ってリベンジということでいいですね。こういうのもなんかもう一回、中学時代の学園祭でみんなの前でギター弾いてるやつが羨ましかった。人は甘くないので、途中で聞くといえばそれギター弾き語り合えるのは分かる。そっか、みんなそうだね。そういう憧れがあったり、へえ、そっか。吉田拓郎さん、ね、吉田拓郎さんもあれだよね、なんかすごい、私まだね一曲もカバーしたことがないんだけど、みんなね好きな方多いですよね。語源、あの交換弦する時ブルブル回した方がいいかはちょっとわからない、ごめんなさい。でもなんか私はおまじない的にやってる。ニッパーで切るんだ、刺さると痛い。弦刺さると痛いですよね。ギター本体にこだわるのは男性だと思う。ナミさんは歌声のため見ていて楽しいです。ああ優しい、ありがとうございます。泣くのはイチャビリアから、わかんない。娘が中学でベースを始めたので、いいですね、いいな。あ、ギターを始めたきっかけ、新しい子と初めて気分転換したかったから、人生の壁にぶつかってた自分に新しい刺激を探してて、なかなか素敵ですね。なんかそうだよね、音楽とか新しいことを始めるのってなんかいいよね。うん、あ、確かにさっきより断然いいね。おお、分かっちゃいました。きらびやか、そうね、きらびやかよね。昔はチューナーなんて買えなかったので、語源、あーもうほんと偉いと思う。そうだよね、もう語源をさ音差で合わせて、もうだから昔の人は多分、昔っていうか、それやってると耳いいよね。私多分そんなにね耳良くない、あんまりね、あんまり上手じゃないです、チューニングは。みさんのギター、体の一部分となってて感じ出てますよ、嬉しい。そうだね、ちょっと一体化って感じで、余った弦は切らないな、切ります、切らないといかん。弦刺さると血が出ました、わかります、私もそういう時あります。あ、これね、マミさんそんなギターでしたかって、これねちょっと セカンドギターというか、なんかなんていうかな、モーリスですたまに使ってるモーリスくんです。じゃあちょっとギターの弦切っていきましょうか。これをね、これで切りますこれをね、これで切りますってこれを切ったらね完成ですね。ほんと弦気をつけないとぐさぐさ刺さるんでね、気をつけないといけないですね。皆さんも気をつけくださいませ。こうやって巻いておけば比較的刺さらずに済みますんで。なんかさ、ほんとにさ、みんな、なんかみんなありがとう。みんなさ本当にギター好きなんだよね。だってさ交換弦してるのにさ、みんな見てくれてて、ずっと見てくれててみんな見てくれてる、260人も見てくれてるの、これすごいね。お兄ちゃんがモーツァルトピアノ使ってチューニングしました。そうだね、そうしたら耳が良くなりそうでいいよね。この弦をね、この切り取った弦をすぐにこの紙の袋に入れていかないと、落ちてたりすると後々危ないですからね、足に刺さったりしてね。
これは後でちょっと不念物として捨てたいと思います。さあここでじゃああれしよっか、ちょっと一曲やってみる。ちょっとこの新しい出来たての変えた弦でちょっと小声になりますけど行ってみましょうか。皆さんお待たせです。すごい時間もちょっとね、もうギターの弦変えながら1時間ぐらいやってたんじゃないの。ちょっとあれこれおかしいね全然違うね音、なんだよこれ。長らくお付き合いいただきありがとうございます。同じ中なちょっと弾いてみましょう。あ、これねこっちのマーチンはずっとエレアコにしててシールドさしてたんですけど、さっき質問してくださった方もいらっしゃったね。エレアコになってます。でシールドさせて音出してたんですけど、これはついてないです。アコギです。普通のシールドついてなくて、拾って生の音という感じですかね。じゃあちょっとこの曲を歌ってみよう。小声になっちゃいますけどね、大きい声で出せないので。白い、あ、間違えた、カポの位置違った
空を駆けてゆく、あの子の命は飛行機雲、空に憧れて空を駆けてゆく、あの子の命は飛行機雲。しました。あ、なんかいっぱいくださってありがとうございます。また、ついでにコーヒーさん現代です、お疲れ様です、いつも本当にありがとうございます。ちょっといい弦をまたエリクサー買わせていただいちゃおうかしら。はい、じゃあ続きまして、またちょっとこのギターちゃんで歌っていきましょうかね、少しだけね。もういい時間になってきてるよね、すごい時間になってきてますよ。皆さん本当にお付き合いありがとうございます。
ムーンリバーお届けしました。このマーティンはね、こんな感じの音、チャカチャカしたらまたちょっとね違う音になると思うんですけど、変えたての弦はこんな感じ。あ、またちょっとお願い、ありがとうございます。スパチャをいただきました。また、ゼルニコーヒーさんの、ありがとうございます。皆さん拍手ありがとう。読み方コウニさんでいいの？素敵って。ありがとうございます。ムーンリバーね。ありがとう。ありがとうございます。オードリー・ヘプバーン、この曲いい曲ですよね。皆さん拍手ありがとうございます。さあ、じゃあ少し、じゃあこの私がギターを全然弦を変えてないこの音も聞いてもらいましょうか。じゃあせっかくなんでね、ちなみに半音じゃなくて、1音半上げチューニングになっています。そうしないとね、この小ささだと弦が伸び伸びでいつも弦が狂っちゃうので、1音半高いです。こんな音がしますけどどうかな、ちょっとどう、 10年ぐらい変えてない。Water is wide を、ハトギターちゃんでお届けしました。あー、もうガンガン当てちゃってすいません、あんな音が出て。じゃあ、子供子、私のマージンに変えて、お届けしましょうか。じゃあもう本当にみんないい時間だね、23時06なんで、本当に皆さんお付き合いありがとうございます。今日もみんなあれかな、あの普段、私割と平日にライブやってきたけど、
夜の方が、夜の方じゃない、土曜日の方が見やすい、見やすい。ありがとうございます。飛行機カラブの太、カラブの太いですね。ギタレレみたいな音。うん、あ、え、ちょっと待って、またスポットいただいちゃったじゃない。え、ありがとうございます。ちょっと待ってよ。あー、ラズフィティさん、ありがとうございます。あ、もう早い方はおやすみなさいませ。明日朝早いのでこの辺で。ありがとうございました。もういつも本当にありがとうございます。たくさんいただいちゃって、素敵なね、歌詞をありがとうございます。ありがとうございます。おやすみなさいませ。みんなも寝落ちしてってね、だんだん寝落ちしてってね。てか今日ちょっと、まああんまり大きい音出せないんで、だんだん締めてきますけど、ささやき声で。じゃああと2曲で終わりにしようかな。みんな本当にありがとう。寝て寝て、もう本当に夏だしね、疲れ、朝早い人疲れやすいもんね、夏はね。じゃああと2曲でね、終わりにしたいと思います。すいません、今日は私の曲もちょっと結構歌わせてもらっちゃって、また他の曲もやりますからね。他のカバーもね、ちょっとやりますからね。今日はでも最後締めは私の歌2曲して終わりにしたいと思います。では皆さんの夏が素敵なものになるようにね。今日はみんなの夏を教えてくれてありがとうございます。私の憧れの夏を、じゃあちょっと歌ってみたいと思います。あなたと私、たった、気づけば私、タオルゲットかぶってる。ひくらしないでる夏の夕暮れ。キッチンからはほら、夢の中に届く夢。
だけ予定を何もないあなたといるだけ暑さにだらしなく溶けて二人で歌ったね歌ったね歌ったね聞いていただきました。じゃあ最後の歌いきたいと思います。皆さん今日も長時間付き合いいただいて本当に本当にありがとうございます。歌種は私の曲です。畑中さんの曲です、じゃあおやすみなさいのきょう皆さんと一緒に過ごせて私今のところあんまり夏らしいことしてなかったけど今日はなんかすごいちょっと夏休みの思い出じゃないですけど夏の思い出になりました。でありがとうございます。お付き合いいただき本当ありがとうございます。またやりますのでまた見てください。ギターの今日ギターの質問にあまり答えれてなかったんですけどすいません。あのチューニングに付き合ってくれたってありがとうございます。じゃあ最後はこの曲でお別れしたいと思います。愛しい気持ち願っても現実はままな
しい気持ちを今すぐここで伝えよう。愛しい人には愛してると伝えなきゃ、限りある時をぎゅっと胸に抱きしめるように、今日も明日もずっともっともっと幸せになろう。おうおうおう、イエーイ、ルルはい、愛しい気持ちを聞いていただきました。皆さん今日もあの私と一緒に時間を過ごしてくださって、一緒にライブを作ってくださって本当にありがとうございます。嬉しいです、いつも。じゃあ引き続き夏が、この夏が、皆さんの夏があの素敵な夏になりますように。じゃあおやすみなさいだね、もうね、素敵な夏をお過ごしください。今日もありがとうございました。コメント皆さんみんないっぱいくださってて、あ、ありがとうございます。スパチャを投げてくださっている、どこまでクロスタミナスプルさんもいつもありがとうございます。長時間お付き合いいただきありがとうございました。また来週また来週会えたらいいですね。結構でも頻繁にやろうやろうも思ってなかなかできてない、月1ぐらいでなってますけど、皆さんがこうやって土曜日の方がいいのかな、あ、集まってくれるととっても幸せです。本当にありがとうございます。ありがとう、ありがとう、おやすみなさい。ありがとうございました。素敵な夜をありがとうございます。おやすみなさい、よくお休みください。よいしょ。今日もありがとうございました。おやすみなさい。じゃあ、ありがとうございます。あ、みんなコメントありがとう。じゃああとどうしようかな、30秒とかする？30秒じゃ長い、ちょっとしたら切りますね。おやすみなさい、おやすみなさい。じゃあ、言い忘れたことないかな、大丈夫かな。今日はちょっとあまりレッスンができなくてすみません。またちょっとレッスンみたいなこともできたらいい、やってみたいですつながって皆さんありがとうございました。じゃあ198765432100、おやすみなさい。